言霊の力であなたの人生を変える、高知山野です。今回のテーマは、スピリチュアルで幸せになる方法、具体化、です。まあ、今回の話はですね、イメージを具体化していくことで、まあ、幸せになれるよっていう、まあ、今以上にもっともっと幸せになれるよっていう、まあ、そういう話ですね。で、具体化していくっていうのは、例えば、 天使のイメージを持ってみたり、悪魔のイメージを持ってみたり、あと、ボールのイメージを持ってみたり。まあ、これ僕はよく言うんですけど、不満のボールっていうボールをイメージしてみたり、あるいは、バリアですよね。バリア。結界を張ってみたり、あるいは、八の字をイメージしてみたり。うん、それと、あと、スピリチュアルとはちょっと違うんですけど、数字っていうものをイメージしてみたりとか、これはちょっと後で触れましょうかね。 ままあ、あの、いずれにしても、こうやってイメージしていくことによって、今よりももっともっと人生が充実していくよっていう、そういうお話ですね。で、まず大前提として、この世界には形のないものが存在するっていうことを押さえておきたいんですね。だから、要するに具体化するっていうのは、その形のないものをイメージして具体化させるってことなんですよ。だから、天使だとか、 悪魔だとか、ボールだとか、バリア、結界だとかっていう、あの、そういう話を聞くと、なんか、うん、適当な話なんじゃないのっていうふうに思っちゃいますよね。だって本当に天使ってのがいるのか、悪魔がいるのか、ボールなんてものがあるのか、わかんないじゃないですか。それを自分の中で勝手にイメージするわけですよね。そんなもので人生がうまくいくのっていうふうに、 思っちゃうところなんですけどでもこれがすごく有効なんですよね。でそれは何でかっていうと、まあ、今もちょこっと言ったんですけどこの世界には形のないものが存在するからなんですね。でそれを操作できる人がいわゆる生き方がうまい人なんですよ。うん、まあいますよね生き方がうまい人。それは子供の頃から 感じるじるゃないです何て言うのかなあこの人うまい具合に生きてるなとかあの友達関係とかでも結構滞りなく言ってたりとかするような人で本人がすごく幸せそうな感じっていうか一方でいつも友達とトラブルを抱えている先生とトラブルを抱えているそういう人だっているわけじゃないですかじゃあそれはどこで分かれてくるのかっていうとまさに 形のないもの、目に見えないものを操作、操作してるかどうかなんですね。で、これあの、本人が意識してやってるかどうかは別ですよ。だから子供の頃からイメージ化なんてものができてる人は、まあい、い、ないでしょうから。だから、子供の頃からやってる、なんていうのかな、生き方が上手い人っていうのは、それを無意識的にやってるんですよ。本能的に。うん。 っていうか、普通はですね、目に見えないものを操作する力っていうのはあるんですね。誰にだって。うん。だけど、それがいつしか失われていくんですよ。で、それは何でかっていうと、学校教育があるからなんですね。で、学校教育をずっと受けてると、目に見えないものを操作する力って、本当、そがれていくんですね。 とのも何でかっていうと、学校教育は正解があるという前提で教えるわけじゃないですか。うん。だから、正解、つまり、必ずたどり着くよ、形があるよっていうことを言ってるわけですよね。うん。だから、こういう教育をずっと受けていると、この世界には目に見えないものがあるっていうことが信じられなくなってくるんですね。 事実そうですよね。目に見えないものって結構バカにされがちじゃないですか。例えばなんか、超能力者みたいな人がテレビに出てたりすると、なんか怪しいなっていう、そういう見方をしちゃったりとか、しますよね。だけど、超能力みたいなものであったりとか、か目に見えないものですよね。ああいったものってのはあるんですよ。だから日々生活していて、なんかわからないけど、 すごく偶然にいいことが起こったとかまあシンクロニシティって言ったりしますよねでこういうことってのはもう根拠ないですよだからシンクロニシティが今日あったよとかそういう話をしてる人を見るとなんかこの人お花畑だなっていうそういう見方をしちゃうじゃないですかバカにしちゃうじゃないですかそれよりもしっかりと根拠のある話をしていこうよっていう根拠がある必ず根拠があるんだからとだから学校教育ってそうですよね 正解があるということは、その正解に至るための根拠があるわけですよね。も下手したら、国語の問題でもあるわけですよ。作者がこういう結論に至った理由を述べようとか、あるいはこういう結論に至った根拠となる一文を抜粋せようとか、そういう問題が出ますよね。だから物事には必ず根拠がある。そういう目に見えるもので辿っていけるんだ、みたいな。 そういう思考の癖ができちゃってるんですよね。だから目に見えないものが実は存在していて、それどころかそっちの方がこの世界のほとんどを占めてる。もう9割以上ですよ。9割以上が目に見えないもので占めてるっていう、この本質をもう忘れちゃうっていうか。だから赤ちゃんの頃とかはもうみんな持ってたんですよ。こういう感覚っていうのは。うん、エゴを持ってないですから。自分と世界を分離させないし、すごく 世界と自分が一体化した中で、まあ目に見えない流れみたいなものも感じて赤ちゃんは生きているわけなんですよ。だけどだんだん教育を施されることによってその感覚が失われていく。で、そういう中にたまにその赤ちゃんの感覚を失わないまま目に見えないものがなんとなくあるよねっていうことを感じながら生きている人。そういう人が生き方がうまい人なんですよ。うん、まあ、 とはいえ、やっぱり、失われるわけですからね、普通の人は。うん。いろんな価値観を植え付けられる中で。じゃあ、どうすればいいかっていうと、まさに、今回ご紹介する、イメージ化ですよ。イメージ化。具体化ですよね。うん。だから、うーん、例えば、天使というものをイメージしてみたり、悪魔っていうものをイメージしてみたり、不満のボールっていうものをイメージしてみたり、 バリア、結界というものをイメージしてみたり。だから、こうすることによって、操作しやすくなるっていうのはなんとなくわかりませんかうん。あの、目に見えないものって確実に存在しますよね。これ、わかりますよね。なんとなく。まあ、その代表例が雰囲気ですよ。雰囲気。雰囲気って目に見えないですよね。 目に見えないけど確実に存在しますよね。だから人ってその雰囲気に合わせて動くじゃないですか。例えば、まあ会社内で、まあ、うん、そうですね。まあ会社に出社したとしますよ。ある朝で。おはようございますって感じで出社してオフィスに入ったと。で、そうすると、あ、なんか嫌な空気みたいな。 そういう日もあるじゃないですか。あれ今日おかしいな。みんなの雰囲気おかしいぞっていう。で、これは目には見えませんよ。みんな、目に見える部分だけで見ると普通に机に向かって、パソコンに向かって仕事してるし。うん。オフィスの様子も別に変わらないし。目に見える部分では全く変わらないんですよ。だけど、雰囲気。目に見えないんだけど、なんか雰囲気良くないぞっていう。そういうのってあるじゃないですか。 で、人って、そういう雰囲気に合わせて動いていきますよね。で今日なんか雰囲気悪いから、あんまりちょっと、調子に乗ったような発言はよそっかなって感じで、ちょっと自分を抑えたりとか。で、そうすることによって、まあ、その流れに合わせて、うまい具合に生きるじゃないですか。で、その感覚が、すごく鋭い人が、いわゆるう、あの、生き方がうまい人なんですよ。で、この感覚が、一く低い人が、 生き方が下手な人、不器用な人、もっと言えば空気を読めない人。ただ、雰囲気が悪いのに空気読めない発言しちゃったりとか。そうすると嫌われますよね、みんなに。うん。でも、別に目に見えるところだけ見ると何も変わらないし。だからすごく理不尽に感じるんですよね。なんでみんな自分を嫌うのっていう、理由がないじゃないですか、理由が。 理由があって嫌われるんだったらまだわかる。だけど、理由なく嫌われるとか、そういう現象が次々と起こってきちゃうんですよね。不器用な生き方をしていると。ただ、目に見えるものだけを頼りにして生きていると、理不尽なことが次々に起こってくる。例えば、うん、仕事で自分の方が成果を出した。一方で、同僚の方がそんなに成果を出してない。だけど、同僚の方がす、あの、評価されるとか。 これ目に見える部分で言うと自分が勝ってるわけですよね。そうなるとこれ学校教育的な、その論理的な考えで言うと自分の方が評価されるべきですよね。にもかかわらず自分より成果を出してない人が評価されてる。こういう、これがいわゆる理不尽ってやつじゃないですか、理不尽。なんでおかしいよ、こんなのおかしいよっていうふうに言って、まあ会社の人に詰め寄ったりとか文句言ったりとか。そうするとますます嫌われますよね。 だから、どん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 自分が不利な状況に追い込まれるんですよ。だけど、目に見えないものが操作できる人ってのは、そこで不満を言ったりしないんですよ。ああ、確かに自分の方が成果を出してる。だけど、目に見えない部分も合わせて考えると、あ、自分の方がちょっとダメだよねと、劣ってるよねと。じゃあ、この目に見えない部分も含めて、まあ自分頑張んなきゃ。 っていう気持ちになれるじゃないですか、素直に。ただ、もう不満も言わないし、ただただ粛々と頑張るっていうだけですよね。で、そういう人っていうのはだんだん評価されてくるわけじゃないですか。だから、生き方が上手い人って目に見えないものをしっかり把握してるんですよね。ただやっぱり普通の人はそれが学校教育でだんだん失われていっちゃってるんで、だからこそですよ。だからこそイメージするんですよ、自分の中で。例えば、 雰囲気が悪いなーっていうふうに思ったら、あ、これはすごく、この部屋の中を悪魔が支配してるぞっていう、悪魔のイメージを持ってみる。そうすると、その悪魔から少し自分を遠ざけようかなっていう気持ちになったりとか。で、悪魔って別に部屋の中に留まってるだけじゃなくて、自分の中にもいますからね、悪魔ってのは。例えば、誰かに対して文句を言いたくなった。悪口を言いたくなった。 そういう気持ちになったとき、このときにイメージ化ができる人ってのは、あ、今自分の中の悪魔が囁いてるんだっていう、こういう捉え方ができるんですね。そうすると、あ、この悪魔の誘いに乗ってはいけないっていうふうに自分の中で、まあしっかりと把握できて、でその悪魔をじゃあ遠ざけようかっていう、そうう遠ざけるっていう心の動きとなっても現れるわけじゃないですか。だから、 無駄な悪口を言わないとか、うん。そういう行動となって現れますよね。あるいは、結界を張る。バリアを張るうーん。自分に対してなんか、あまり良くないイメージを持ってる人。なんか、敵視をしてくる人。敵を向けてくる人っていうのがいたとして。で、嫌じゃないですか、そういう人って。で、その時に、まあ、イメージ化ができる人っていうのは結界を張るんですよ。 結界を張る。その人と自分の間にバリアを設けるんですね。イメージの中で。で、これだけでだいぶ平和的に向こうが離れてくれるんですよ。不思議なことに。これもしそういうイメージ化っていうのをしなかったらどうなるかっていうと、相手に文句を言うとかそういう行動をしちゃいますよね。何敵に向けてきてるんですかみたいな感じで。そんな言い方ないじゃないですかって感じで。 だから、言葉として放っちゃう。目に見える。耳に聞こえる。具体化し、なんていうかな。具体的なものとして、もう、現象化させちゃう。うん。そうすると、やっぱ相手だって嫌じゃないですか。言われた方だって。そうだから、なんだこの野郎みたいな感じで言い返されちゃって、で、ますます見解になっちゃうみたいなことになりますよね。だから、言わなくていいんですよ、そんなこと。わざわざ。結界張るだけでいいんですよ。 イメージの中で結界を張る、バリアを張るだけで、それはなんとか相手も感じ取るんですね。あ、こいつバリア張ってきてるな、みたいな。だから、ちょっと近づきにくいっていうか、そういう雰囲気になって、じゃあちょっと離れよって、相手が、相手の方が平和的に離れてくれるんですよ。まあ、そうしたらもう一番いいわけじゃないですか。やり合うよりも。あるいは、全く逆にこの人と仲良くなりたいなっていう。うん、そういう人がいる場合は、 その場合もイメージ化するんですよね。例えば、八の字がありますよね。あの、よくスピリチュアルでやられているエネルギーワークとしては、八の字をイメージするんです。八の字。で、八の字を横に倒すんですね。あの、無限大みたいな形になりますよね。で、その八の字を横に倒した形が、自分と相手、 に向けられててるってのかなだから8の字って円が2つありますよね丸になったところが2つありますよねその2つの丸に自分と相手が収まってるこういうイメージを持って相手と話をするんですねうんだそれはもうイメージするだけですよだけどここでイメージ化できない人っていうのは変になれなれしくしちゃったりまあ下心丸出しな言葉を放ってしまったり そうすると向こうも警戒しますよね。なんか、打算的に近づいてこられてるなとか。で、仲があんまり良くなくなっちゃうみたいなことになるんですよ。だから、そういう打算的なことは言わなくていいんですよ。俺と仲良くなろうぜ。みたいなことわざわざ言わなくていいんですよ。イメージする。8の字をイメージして、二つの円の中に自分と相手が収まってる。自分と相手は繋がってるんだっていう。こういうイメージを持って話をする。それだけで、向こうも なんか、あ、この人いいかもっていう雰囲気になってくるんですね。だからこうやって近づきたい人とはイメージでつながる。八の字でつながる。離れたい人とは結界を張る。で、自分の中からなんかもやもや不満が出てきたら、それは悪魔ですから、悪魔を見つけて遠ざける。こういうことが日々できる人っていうのはすごく生き方がう,うまいんですね。 うん。まあ、というのもやっぱり目に見えないわけじゃないですか。雰囲気とかそういったものって、オーラとかって。ただ目に見えないもののまんまで放っておくと、やっぱ操作しにくいですよね。だから操作するためには具体化していく必要があるんですよね。だこれ例えばスポーツとかでもそうですよね。スポーツとかもすごく選手の連携がうまくいくチームとかってあるじゃないですか。 でああいうのっていうのは、みんなが目に見えない流れをしっかり把握していて、ガチッと固めてるんですね。まあ、大体いい監督とかがやってるんですけど、監督が、まあ、まあ、言葉とかによって、その、もやーっとしたイメージを具体化させて、こんな感じでいこう、みたいな。で、そうすると、選手が連携しだして、目に見えない流れが、繋がってくるんですよね。うん。 だから勝てたりするんですよ。だから目に見えないものを操作するって本当究極の生き方のコツで、うーん、一番下手なのは目に見えるものだけで生きちゃうことですよね。だから自分が生き方う,うまくなりたいなと思ったらいかに目に見えないものを操作するかっていうことを考えた方がいいんですよ。だから目に見えることっていうことで言うとこれスポーツで言うと成績とかですよね。 あと、戦術とか。だから、サッカーで言えばフォーメーションとか、そういったものって目に見えるじゃないですか。だけど、そういったものだけで試合をしようっていうのは、まだまだ次元が低いんですよ。だからよくありますよね。例えば、野球チームとかでも、いろんなチームから引っ張ってきて、その成績のいい選手だけ引っ張ってきて、チームを組んだみたいな。もう金の力に任せて。うん。で、成績のいい人たちがみんな集まったんだから、じゃあ勝てるでしょっていう。 すごく短絡的な発想ですよね。でもうまくいかないじゃないですかけ。あんまり。それは目に見えないものを全然考慮してないからですよね。しっかりと目に見えないものを整えていかないといけないわけなんですよ。単に成績いい人を集めれば勝てるかっていうとそうじゃない。成績いい人を集めて素晴らしい戦術でやれば勝つのかっていうとそういうことじゃない。それは監督が目に見えないものをしっかりと具体化させて、まあ 選手間のの空気の通りを良くくししてていくって感じでしょうかねそういった、まあ、雰囲気マネージメントっていうか、そういったことをしていく必要がありますよね。うん。で、そうすると、例えばサッカーの試合とかだったら、もうアイコンタクトすらいらないみたいな、うまく連携しだすんですよ。ただ、アイコンタクトっていうテクニックがあるじゃないですか。サッカーのテクニックで。であれは、まあ、うーん。 言ってみたら目に見えるものですよね。あれも一種の。だからアイコンタクトも素晴らしいテクニックなんですけど、でもそこだけで留まってちゃあ、やっぱりなかなか勝てなかったりするんですよね。もう最終的にはアイコンタクトすらいらない。自分がこっちに走ったらあいつは絶対こっちに走ってくれるっていう信頼感。それ信頼関係みたいなものができて、ようやく強いチームになっていくんですね。まあだから言ってみたら、 これ一人の人生ってことで当てはめてみても全く同じことでいかに目に見えない雰囲気を操作して、まあ、自分の周りを味方につけるって感じですよね。目に見えないものを味方につける目に見えないものと信頼関係を築いていく、まあ、これがまあスピリチュアル的に言うと天使と仲良くするとか悪魔を遠ざけて天使と仲良くするみたいな言い方になるんですけどね。 だから、具体化させるってむちゃくちゃ重要なんですよ。うん、目に見えないものを具体化していく。で、まあ、最後にあの、ちょっと付け加えで一つお話なんですけど、最初の方にちょこっと言ったんですけど、数字っていうものも一つの具体化だ、みたいなことを言いましたよね。で、これってまさにそうなんですよね。数字って本来、うん、目に見えないじゃないですか。そうですよね。数字というものは、 ももととこの世界に存在していたんですけど、まあ、数字という概念ですよね。だから数字という概念は神様が作ったものであり、まあ、言ってみたら絶対的なもの、アプリオリですよね。いわゆるアプリオリ。絶対的、もう証明する必要もないこと。絶対的に存在するものですよね。数字ってのは。で、だけどですよ。だけど、操作できないんですよ。目に見えないから。数字っていうものは。だからですよ。人間は、 それをまず文字にしましたよね。1、2、3みたいな感じで。文字として確定させた。で、それをさらに数式として扱えるようにして、うん、2×3 みたいな感じで、×っていう概念を作ったりとか。で、そうやって数学として具体化させた結果、ものすごく高度なことができるようになったわけじゃないですか。人間って。うん、すごくコンピューターを発明できたり、 複雑な構造のビルを建てることができるようになったりこれも数字という目に本来目に見えないものだったはずのものを目に見えるものとして確定させてそこでいろいろと動かしているからできるわけなんですよねで、これって動物にはできないわけじゃないですか動物ってまあ、数字っていうものがあるっていうのはなんとなく分かってると思うんですよだから餌をたくさん取った方が まあ生き延びることができるとか。だからそれも数を増やした方がまあ有利かなっていうことですよね。だから数字っていう概念は動物もなんとなくは把握してるんですよ。だけど具体化させてないから操作まではできないんですね。だから具体化ってすごく強力なんですよ。もうそれこそもう高度なことが、にまあもう人間が今高度なこといろいろやってますけど、こういうことすらできるようになる。だから言ってみたらこれを人間関係とか日々の生活でやっていくってことなんですよ。 高度な人間関係のテクニックとか、そういったことがどん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 できるようになってくるんですね。具体化させることで。うん。なので、具体化、ぜひ意識してみてください。何となく伝わったでしょうか。まあ人生いろいろですけど、頑張っていきましょうね。